れテロップできてます？イエイ、おはようございます。お、できてる。皆さん早起きお疲れ様です。しなかったから髪も溶けてない。くしない。いや皆さん、おはようございます。皆さん早起きお疲れ様でございます。ちょっと待って、髪がボサボサすぎる。いやみなさん朝から捨て星や星集めやありがとうございます。おはよう。捨て星アラーム755優しすぎて泣いた、だって。え、私本当にあれ無意識、記憶ない、755したの。しかも目覚ましも鳴らしてなくて、私なんかめっちゃ起きたんですよ、夜中に。3時とかでも1時過ぎに寝たんですけど、3時過ぎとかに起きて、いっぱい起きて、私なんか脳内が4時半からショールームだと勘違いしてて、で4時半からだと思って、結構4時7分とかくらいから起きてたんですよ。でそれでやばいって、あ、とりあえず755で私は起きてますっていう、まあ意思表示しないとって思ってやったら、ちょうど捨て星の時間やった。うん、めっちゃ眠い。そう、でも皆さんも捨て星とか星満タンに朝からしてくださってありがとうございます。寝ぼけてて捨て星したのが本当か夢か分かんない、だって。ありがとうございます。ちょっと髪の毛溶きたい、めっちゃ。起きた記憶ないのに755コメントしてる、だって。いや、あるある。串どこだろう、なんでないんでしょうか。あった、下に潜り込んでた。イエーイ。髪の毛めっちゃ抜けました。
周りに物多そうだな。違うの、これベッドの上なので配信してるのが。そうだから三脚もちょっと壊れてて倒れそうなので、そうだから取りづらい、動きづらいの、ここ。その髪をお売りくださいませ。え、これは私の髪の毛じゃないです、エクステなので。抜けた髪を移植してください。これはエクステなので私の髪ではない、だから全然あげる。え、今の配信時間は配信してんの結構いるメンバー。星集め大変じゃないですか。エリちゃんのみ、え、やば、ソロ活動、ソロ活動だ。え、星集められます、すげえ大変だって。初訪問のルームでお礼言われまくった。おお、すごい。やば、朝5時。眠い。じゃあみんな眠い。私次の配信は7時だっけ。7時です。で1時から30分やって次9時か、7時とかあったらめっちゃメンバーやってそう。うん、エリちゃんって視力良くないよね。だってまあ一応メガネかけてます。結構そう、これだったら見えないですね、コメントなんて書いてあるか。そう、ここに来てようやく見える。そうなので、メガネないと見えないですね。ハロー、おはようございます。おはようございます。次の配信用に星集めは9時で止めておく。テクニックを使いましょう。
わお、テクニック。でもすごい朝からこんなにねたくさんの方が見に来てくれて、コメントもしてくれて、神。すごい感謝。伊藤お菓子やね、伊藤お菓子、うん、横になったけど眠れなかったからずっと起きてる。え、大丈夫ですか？だって今日平日だから仕事とか。5時って外こんなに明るいのね。ね、明るい。朝活、うん、お腹すきましたってね、わかる、喉乾いた私を。ミロなんでかい、ミロとか懐かしい。ウインクして。ミロって何だって、え、やば、なんで？ミロ、ミロ、ミロ？え、ミロ知らない？ミロは飲んだら背が伸びるやつ。私そんな飲んだことないけど、ミロ。そう、ココア、ココアみたいなやつ。ミロ少し前に栄養高いとめっちゃバズってた。だって栄養高いんだ、寝落ちしそうだって。私もね、寝落ちしそう。でも寝落ち配信ダメって書いてあった。寝落ち配信したら寝落ち配信は厳禁ですって書いてあった。ルールに、ルールのところに書いてあった。
寝起きのエリちゃん可愛いって、でも本当にマジで寝てたけど10回ぐらい起きた。今日は浴衣配信ですね。だって今日は本当にそんな余裕がない日です。マジで、いろんなルームで人で似合うだって。いや人でじゃなくて星ね。朝食のイグニッシュマフィン&コーヒー持ってきたのでいただこうと思います。いいな。3週間よ、ありがとうございます。お題に枕変えたって書いてない。でもこれで寝てます。このこれのここのくぼみ、このこの枕のこのこの人のこのここで寝てる。こうやって、うん、低くない？だってそう低いけど今これが合ってんの。前の枕が高すぎたんかな。そうだから最近もうこれもうこれで寝てる。逆に枕高い枕で寝ると怖い。寝るの怖いんだから頭朝起きた時に。だからこれで寝てます。人手と同じしてる色してる。ほんまや。どうもどうも。ヨギボーのぬいぐるみ、名前ない。お便りの配信聞きながら逃げのテストに向けて勉強中。えらい。私のじゃ配信をラジオ代わりにしているということですか。
ありがとうございます。ぜひ右手でねシャーペンをこうやって持って書きながら、左手で星をズズ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 ってやったら、いやもうほんと天才だなって思います。うん、うふふ、48グループって男性メンバーも入れるようになったのだって。え煽られてる？え、あ、え、いや私が女って書いてるから逆に男もありみたいな。あ、わざわざ女って記名してるから、あ男もいけんのかなみたいな。女しかいません、マジで誰も配信してねえな、だってみんな寝てんの？星集め大変だって。いや絶対大変、早朝から働いて偉いな。違う、早朝って逆に朝しかできないの？もう眠すぎて話が一つも入ってこない。大丈夫、大した話してないです。全く全然今日マジ聞き流す程度のレベルの話しかしてない、本当。うん、エクステ抜けたしか覚えてない。めっちゃ序盤やん。これから朝ごはんだって。いや朝ごはんはまだ食べないかな。
眠くないですかだって。え、どうかな、眠い、日中に猛烈な睡魔来る。でもいや、もう寝れないスケジュールなんで、今日はもう寝れないんで、わかんない、脳は寝てても体だけこうやって動いてるかも、こうやって。仙台あさってね、やばいよ。昨日も動画だけ見て、あ、こんな感じか。でももう覚える体力と気力がなくて、寝ようって思ったけど全然眠れなくてっていうね。うん、あかりんを呼んで一緒に踊りますかって。え、踊ろうよ、あかりん。お、ランキングタイムですか。徹夜その後の4日間の生産性が低下するのでご注文。いや、わかる、マジ徹夜すると結構私1週間もう無理やでも徹夜は別にしたことはない。では、じゃあおランキング読ませていただきます。きます。13位ごめん先生、12位鳥居です、あとだし、11位ひろき、10位ホア、9位サコッチ、8位 NC マックス、7位マー、あとだし、6位ネギ大佐、5位白地やと ODA 神押し、4位ひとくまさとる、3位みやちゃん、2位みほ、そして1位はくまティー、イエーイ、ありがとうございます。皆さんもう早朝から本当にありがとうございました。もう星集めしたり捨て星したり、もう本当大変だったと思うんですけど、あとカウントしたり、もうマジでちょっと寝てください。で次は7時にまた配信する予定なので、ぜひ皆さんそちらよろしくお願いします。うん、あ、すごい、朝からねこんなたくさんの方が見てくれてありがとうございます。うん、では皆さん、また後で、ありがとう、バイ。